さすがはインドロ。かつての契約相手だろうと、もはや容赦するつもりはありません。イリアさんとキーヤちゃん、サンさんも必ず返してもらいます。なんという動機だ。今の彼ら相手ではさすがのラウでも一歩届きませんか。申し訳ありません、サオ様。キーヤたちを置いておとなしく引いてくれ、サオさん。このメンツならたとえ相手があんたであろうと。さて、そうしたいのは山々ですが、あいにく見届け役が来ていらっしゃいましてね。何？手を焼いてるみてえだな。あいつはガルシア、あんたまで来ていたのか。そこにいるのはキーヤちゃん、イリアさんも。リーシャ、ライド、エリー、ごめんね、キーヤ捕まっちゃって。キーヤさんは市内でけなげにも独自に避難活動をしていましてね、偶然居合わせたイリアさんと共に訪問させていただいた次第です。大丈夫だキーヤ、すぐに助けてやるからな。頑張っていてくれて偉いわ。もう少しだけ待っていて。うん。改めてでかくなったじゃねえか。なあ、ロイド・バーニングス。調印式で見たときは一瞬ガイのやつに見間違えたくらいだぜ。それはどうも。こちらはただただ残念だ、ガルシア・ロッシ。あんたならしっかり罪を償ってやり直してくれると信じていたのに。統一国ってのが成立したら望むだけの島をくれるって話でな、ルバーチェ復活のためにもこいつらの叩き直しと指揮くらいは引き受けてやったわけだ。臭い飯を食い続けるくらいなら目の前の勝ち馬に乗りたくなるのが人情だろうな。ルバーチェの復活、そんなことのために。でもふざけるな、ガルシア。あんたがそんな弾か。独立国の時不当に拘留された俺を脱出させてくれたのは誰だ。俺ですら知らなかった兄貴のあり方を話してくれて立ち上がらせてくれたのは誰なんだ。そんなあんたがそんなくだらない理由で新総統に就くわけがないだろ。ロイドさん、そうね、私も納得がいかないわ、おじさまにしたって。少しは成長したと思ったが、甘っちょろいところは相変わらずだったが、半端な覚悟で戦場に出てきてんじゃねえぞ。おや、まさか手を貸していただけるのですか。まだるっこしいのが嫌いなだけだ。てめえは気に食わねえが、せいぜい役に立ち上がれ、アクランデュー。いいでしょう、キリングベア殿。かつての高層時代のように心を躍らせてもらいましょうか。元西風の連隊長と達人レベルの武術使いか。相手にとって不足はありません。サオさん、お覚悟。頑張って、ロイド、みんな。見ていて、キーヤちゃん。必ず助けてやる。彼らを乗り越えて。てめえらの覚悟、せいぜい測ってやる。ではお相手を務めさせていただきます。行きますよ、来い。今です。待って、俺の番かよ。
番かよ。さあ盛り上げていこうぜ。これで決める。私の刃よ。うがて。見切った。攻撃です。終わった。覚悟。高ぶりますね。上等じゃねえか。行くぞ。やっ。私の番ね。これで決める。私の番ね。
私の番ね。みんな頑張って。ありがとうございます。踊りましょうか。暗渠乱回いきった。いいぜ。私の番ですね。我が愛は無限、去りゆく者にもたぬけ。眠れ白金の光に磨かれ。よし、やったぞ。